감사합니다. 神様、今夜も感謝いたします。성령님, 성경 공부하는 데도 함께 해주시기를 소망합니다. 聖霊様、私たちのその聖書の勉強会に共にいてくださることをお願いします。감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。アメン。アメン。こんばんは。여름방학이 끝나고 드디어 처음 뵙습니다. 아, 夏休みが やっと終わって 今日初めに見にかかります. 아, 원래는 저는 계속 그 성령의 열매에 대해서 나눴었는데 私はその前には 聖霊の実について お話をしていましたが 아, 목사님이 다시 성경부를 시작한다고 하셨을 때 좀 기도해 봤습니다. 中島先生がまた聖書勉強会を再開しますとおっしゃった時私も一緒に考えてみました 기도하는데 요한 1서 말씀을 가지고 좀 계속 나누면 좋겠다 생각이 들었습니다. 私がお祈りをしていた時ヨハネの手紙の第一その書物を一緒に分かち合えばいいかなと思いました 그래서 오늘은 요한일서 1장을 가지고 같이 말씀을 보겠습니다. そして今日はヨハネの手紙の第一の第一章を一緒に読みながらお勉強したいと思います. 제가 보내드린 파일을 보면은 일본어, 한국어, 영어 다 준비되어 있습니다. 제가 送りましたその파일을見られると韓国語、英語、そして日本語全部含めています. 그래서 각자 편하신 언어로 같이 읽어주시면 감사하겠습니다. 고지분의言葉でそれを一緒に読んでいただけたらと思います. 네, 저는 한국어로 읽겠습니다. 私は韓国語で読みます. 네, all together, 1, 2, 3. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전하는 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 심은 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 하나님은 우리가 저에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님을 비치시라 저에게는 어둠이 조금도 없으시니라 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니하미거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄까지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 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 오늘의 제목은 오늘의 타이틀은 영어로는 Fellowship of Light, 빛의 사귐입니다. 英語とはフェローシップオブライト、その意味は光との交わりですね。光の交わり。 오늘은 요한일서 1장으로 말씀을 나누겠습니다. 요한의手紙の第一の一章から一緒に話をしたいと思います. 요한일서는 편지인데 この書物は手紙ですね。
어떤 사람이 혹시 썼는지 아십니까? この書物を書いた人が誰かご存知ですか? 답이 딱 나와 있죠. 바로 사도 요한이 썼습니다. 答えはもうすでに出ていますね。使徒ヨハネです。 사도 요한이 요한일서를 왜 썼을까? 자, 使徒 요한이가 どうしてこの書物を書いたのか? 요한일서를 썼을 때 사도 요한은 벌써 좀 나이가 많았습니다. この書物を書いていた頃、使徒ヨハネはもうすでに年を取っておじいちゃんになっていた頃でした。 사도 요한은 그 사도들 중에 마지막 사도였습니다. 使徒 요한은 その人の中で最後の人でした。 다른 사도들은 거의 다 돌아가셨습니다. 다 죽었습니다. 他の人の方たちはみんなもう死んでこの世を去っていました。 이제 교회들도 다양한 지역에서 많이 세워졌습니다. 교회도 이런 곳에, 다양한 곳에 建て始め. 근데 그만큼 또 다양한 일들이 있었습니다. 그만큼 이런 곳에 또 이런 것도 있었습니다. 거짓 선지자들도 많이 생기고. 1割의 예언자들도 立ち上がり. 다른 복음을 가르치는 사람들도 생기고. 違う 복음을 伝える 述べ 伝える そういう 人たちも いました. 이단들도 많이 생겼습니다. 이단의 人たちも 見えることになりました. 그래서 사도 요한이 확실하게 우리 교회에게 크리스천들에게 메시지를 전하고자 이 편지를 적었습니다. そして使徒ヨハネは教会の家族のみんなに 確実なこの福音を伝えるためにこの書物を書きました. 그리고 제일 큰 이유는 そして一番大きいその理由は 3절의 말씀을 보니까 3章の御言葉を見たら 너희가 하나님 아버지와 또 예수님과 교제하게 하기 위해서 이 편지를 쓴다고 고백합니다. 私たちの交わりとは、御父および御子イエスキリストの交わり、そのために、この書物を書いたと言っています。 오늘 성경 공부는 제가 좀 고민을 해봤는데, 今日のそのバイブルスタディのその内容について私が悩んでみましたが、 제가 여러분들한테 모든 거를 다 가르치기보다, 제가 여러분에게 全てを 教えるより 여러분들도 진짜 말씀을 보는 눈이 더 커지기를 넓혀지기를 소망합니다. 皆様のその御言葉を見て読んでわかるその目がと広がるように、それを願います。 그래서 오늘 말씀을 1절부터 10절까지 말씀이지만 今日は 1章の1節から10節までの御言葉ですが 1절부터 4절이 한 부분, 1節から4節までが一つの部分で, 그리고 5절부터 10절이 또 다른 부분이 있습니다. そして5節から10節までがまた他の次の部分になります。分けられますね。 그럼 이 두 개가 다른 거를 얘기하는 것이냐? じゃあその2つの部分が別のことを言っているのか? 그것이 아니라 1절부터 4절은 이제 인트로덕션이라고 보면 됩니다. そうではなく、1節から4節まではイントロダクションって考えられます。 할렐루야. 그리고 5절부터 10절까지는 이제 그 1절부터 4절까지의 인트로덕션에 더 깊은 말씀을 하는 것입니다. 5節から10節までは、その前の1節から4節までそのイントロダクションからもっと深い内容に入る、そういう本文になりますね。 네, 그래서 먼저 1절부터 4절까지 한번 보겠습니다. 먼저 1節から4節までを一緒に見ましょう。
사실 1절의 말씀을 보면 여러분이 그래도 요한복음을 읽으셨으면 되게 익숙하게 느껴지실 겁니다. 皆さんがヨハネの福音書を読まれましたら多分ちょっと慣れてるかもちょっとご存知かもしれないそういう内容ですね。 요한복음 1장과 되게 비슷한 내용을 얘기합니다. 요한의福音書の第一章とほとんど同じようなその内容から始まります。 그것은 바로 태초에 있었던 말씀. 初めからあったそのお話、そのものについてです。 그 말씀이 하나님과 함께 있었는데. その御言葉が神様と一緒におられ。 그 말씀이 이 땅에 오셨다. そしてその御言葉がこの世に来られた。 바로 사람의 몸을 입고 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도십니다라고 고백합니다. その御言葉がこの世に人の形を通して人の衣を着て来られてその方がイエス様であるってことですね。 그래서 사도 요한은 예수님을 바로 생명의 말씀이라고 말씀하십니다. そして使徒ヨハネはそのイエス様のことを命の言葉と表現しています。 예수님은 그냥 말씀이 아니라 イエス様はただの御言葉ではなくて 예수님은 바로 생명의 말씀입니다. イエス様は命の言葉であると教えてくれます。 네, 예수님이 이제 제자들에게 나타나셨습니다. イエス様が弟子たちに現れました。 사도 요한이 뭐라고 고백하냐면 ヨハネが何と告白をするのかというと 우리가 예수님의 목소리를 들었습니다. 私たちがあなたの御声を聞きました。 우리가 우리의 눈으로 예수님을 봤습니다. 私たちが私たちの目でイエス様を直接に見ました。 눈으로 본 것뿐만이 아니라 자세하게 예수님을 봤습니다. ただの目で見たわけじゃなくて本当に真剣にイエス様のことをちゃんと見ました。 왜냐면 제자들은 예수님과 함께 살았습니다. 함께 지냈습니다. なぜかというと弟子たちはイエス様と一緒に暮らしていたんですね。 예수님의 모든 삶을 미니스트리를 옆에서 제자들은 지켜봤습니다. 弟子たちはその間イエス様のすべてのそのミニストリを横から直接に目で確認してきました。 그리고 고백하게 우리가 예수님을 우리 손으로 만졌습니다. そして告白したのは私たちはイエス様を直接に手で触りましたって言ってます。 이 말씀을 읽을 때마다 저는 참 부럽습니다. この言葉を読むたびに私は本当に羨ましいなと思っています。 나도 예수님 좀 내 눈으로 보고 싶다. 私もイエス様を自分の目で見てみたい。 여러분 그렇지 않습니까? そうではないですか皆さん。 예수님하고 좀 대화 좀 해보고 싶다. イエス様と直接に会話をしてみたい。 예수님을 만져보고 싶다. イエス様を本当に自分の手で触ってみたい。 예수님하고 같이 밥도 먹어보고 싶다. イエス様と共に食事も一緒にしてみたい。 참 제자들이 부럽습니다. 弟子たちが本当に羨ましいです。 우리도 똑같이 할 순 없지만 私たちと同じくはできませんけど 우리는 성령의 능력으로 私たちは聖霊様のその力によって 예수님을 말씀으로 경험할 수 있습니다. イエス様を言葉として見言葉として経験することができます。 예수님과 교제할 수 있습니다. 예수様と 마지막이가 되겠습니다. 우리가 다 천국에 가서 그날에 예수님과 직접 만나기를 소망합니다. 우리가 천국에 가서 그날에 예수님과 직접 만나기를 소망합니다. 아멘. 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 그리고 2절에 이어서 계속 보면 2절부터 계속해서 읽어보면 이제 영원한 이 생명이 우리에게 나타났습니다라고 사도 요한이 고백합니다.
この永遠の命が私たちに現れましたと使徒ヨハネは私たちに話しています。우리와그분과함께시간을보내고私たちがあの方と一緒に時間を過ごして우리가그분이단순히선지자가아니라あの方が単純にただ預言者ではなく아이분이메시아시구나하나님의아들이시구나라고우리가보았다라고고백합니다あの方は本当に神様の巫女である、そしてメシアであるってことを私たちの自分の目で確認しましたってことです。근데보는것으로끝나는게아니라ただ見るだけでそれで終わるのではなくて우리가증거했다라고얘기합니다。それを私が直接に伝えました。그리고이제는너희한테또전한다라고얘기합니다。そしてそれをあなたたちにも伝えます。바로이분은하나님아버지와원래함께계셨지만우리가운데오셨습니다라고얘기합니다。この方はもともと神様と一緒に天におられましたお方ですが、私のためにこの世に来てくださいましたと言います。그래서3절의말씀에이어서보면そして3節の御言葉を続けてみると아우리가본예수님私たちが見たイエス様、우리가들은예수님私たちが聞いたイエス様、그분에대해서너희에게우리가전한다その方について私たちがあなたたちに伝えます。이것을쉽게얘기하면바로복음이죠。それを簡単に言えばそれが福音ですよね。이복음을너희한테전하는이유는この福音をあなた方に伝えるその理由は우리가예수님을만났고私たちがイエス様に出会って그생명의말씀이신예수님이우리에게영원한생명을주셨습니다命の言葉であるイエス様が私たちに永遠の命を与えてくださいましたっていう内容です。영원한생명을받으면변할수밖에없습니다。永遠の命を与えられたら変わるしかないですね。그래서우리가이렇게하나님과예수님을과함께믿어서기쁘게된것처럼私たちが神様そしてイエス様を信じることになってこういうふうに喜ぶことになったことみたいに우리가만난예수님을당신들한테도전해줘서우리가느끼는기쁨도당신들이똑같이느꼈으면좋겠습니다。このイエス様のことをあなたたちに伝えて私たちが感じたその喜びをあなたたちにも味わってもらいたいですということですね。마치그런거죠。여러분혹시정말맛있는거를먹었는데누가생각난적있으십니까？例えば皆さんどこかに行ってすごく美味しいものを食べられた時、それを食べた瞬間になんかパッと誰かが思い浮かんだそういう方が。いるんですか？뭐예를들어서뉴욕에갔는데맛있는스테이크를먹었습니다。뭐例えばニューヨークに行ってすごく美味しいステーキを食べました。먹는데다음에꼭예원사모랑꼭와야겠다。食べた時すごく美味しくて今度ぜひ예원사모님と一緒に来ないかと思いました思ったり。맛있으면美味しかったら、내가사랑하는사람하고나누고싶습니다。食事が美味しかったら、普通に私が愛してる人とそれを一緒に、ね、紹介したいなと思うんですね。그런마음으로사도요한도이제교회에게쓴것입니다。その気持ち、同じ気持ちで使徒ヨハネも教会に対してこのメッセージを宣言したのです。그래서사도요한이뭐라고얘기하냐면使徒ヨハネがどう宣言したかというと하나님과예수님과펠로우십이있으면기쁨이충만합니다라고얘기합니다。神様とイエス様とのその交わりがあるとその中に喜びが充満ですということです。이기쁨은
죄도 이길 수 있는 능력이 있습니다. この喜びは罪も罪にも勝つ力があります。 이 기쁨은 세상의 어느 것과도 바꿀 수 없습니다. この喜び、それは誰とも変えられません。 여러분은 그런 기쁨을 경험하셨습니까? 皆さんはそういう喜びを経験されたことありますか? 그렇게 경험하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. そういう喜びを経験できる私と皆さんになることを願います。 예수님하고 이렇게 교제하는 게, 펠로우십 하는 게 이렇게 좋구나. 예수様とのそのフェローシップ交わりがこんなに嬉しくて良いものだったなと。 그런데 우리가 한 가지 알아야 되는 것은, 펠로우십이 있고, 릴레이션십이 있습니다. 우리가, 知らなくてはいけないことは, まずフェローシップ交わりがあって, その後, relationship, 관계があるってことです. 예를 들면, 제가, 예원사모랑 최근에 결혼을 했죠. 例えば私が最近예원さんと結婚しましたね. 이제 법적으로 서류상 릴레이션십이 결혼한 걸로 바뀌었습니다. 書類以上にも私とイオンさんはもう夫婦になりました. 근데 그 다음 주에 바로 한국으로 갔습니다. そしてその次の週にイオンさんは韓国に帰ってきました. 한국으로 갔어도 예원 사모랑 저는 결혼을 한 겁니다. 릴레이션십. 예원 사모가 한국에 갔다としても, 私と 예원 사모가 결혼을 한 부부です. 근데 미국에 있었을 때랑 이제 미국에 있었을 때랑 한국에 있었을 때랑 펠로우십이 다릅니다. ですが, 예원 사모가 아메리카에 있던 때와 한국에 가입해 한국에 있을 때의 펠로우십은 違います. 저희는 지금 겨우 몇 시간 이제 비디오 콜만 할 수 있습니다. 今の私たちは単なる数時間ぐらいのビデオコールしかできません. 예를 들어서 제가 결혼을 했는데 私が 結婚したとしても 전화도 안 하고 電話もせず 문자도 안 하고 テキストも送らず 문자가 오는데 답장도 안 하고 テキストをもらってるのにお返事もせず 그렇다면 펠로우십은 없는 거죠. だとしたらその間にその二人の間にフェローシップっていうのはないですね. 그래도 릴레이션십은 아직 있죠. そうですがまだリレーションシップはありますね. 근데 만약에 그게 1년 그 이상으로 넘어가면 릴레이션십도 사라질 수 있겠죠. でもこのままそれが1年2年に経つのなら最後にはそのリレーションシップ関係リレーションシップさえもなくなることも可能ですよね. 그래서 사도 요한이 얘기하고 싶은 것은 そしてここで使徒ヨハネが語りたいことは言いたいこと너희가 하나님과 예수님과 릴레이션십이 있는 것은 알겠다. あなたたちと神様とのその関係リレーションシップがあるってことはわかります. 근데 이제는 펠로우십도 있었으면 좋겠다. ですがこれからはフェローシップも あってほしいですってことです. 그러면서 이제 5절부터 이어서 말씀을 전합니다. そしてそれから5節から続けてメッセージをしてくれます. 5절의 말씀을 보면 5節からの御言葉を見ると 우리가 이제 예수님한테서 전달받은 소식 메시지를 너희한테 전달한다라고 말합니다. 私たちがイエス様から与えられたそのメッセージ、それをあなたたちに伝えますと言っています. 성경에는 다양한 메시지가 있습니다. 주제가.
聖書の中にはいろんなトピックのメッセージがあります。결혼에대한메시지도있고結婚に対するメッセージも돈에대한메시지도있고お金に対するメッセージ다양한메시지가있습니다いろんなメッセージがあります근데성경에는더메시지가있습니다더메시지그이제유일한메시지가있습니다아중요한메시지아でも聖書にはもう唯一な重要なメッセージがあります가장중요한메시지가있습니다最も重要なメッセージがあります。で、그것은무엇이냐면それが何かというと바로하나님은빛이십니다がメッセージ神様は光であるっていう内容ですね。영어로는 God is light 이게メッセージ입니다。英語では God is light です。하나님은빛이신데神様は光であり、その中で그분은어두움이조금도없으시다라고말씀합니다あの方の中には暗闇は一切ないっていうことですね하나님은빛이신데어두움이조금도없으시다神様は光であってその神様の中には暗闇は一切も存在しない하나님은죄도없으시고神様は罪もない하나님은거짓말없으시고神様は偽りもない方ですね하나님은미워하지않으시고神様は憎まらない하나님은정죄하지않으시고神様は裁かない하나님에게는어두움이조금도없으십니다神様にはこの暗闇が一つもないです그러면우리는어떻습니까そうであれば私たちはどうですか OK 하나님은빛이시고어둠이없으신데그러면너희는어떠니神様は光であり暗闇が一つもないお方なのにあなたたちはいかがですかっていうことですね우리는빛입니까私たちは光ですか우리에게도어두움이조금도없습니까私たちにも暗闇は一つも存在してないんですか아솔직하게생각해보면은아니죠正直に考えてみると違いますよね아우리는빛이아닙니다私たちは光ではありません아우리에게는어두움이엄청많습니다私たちの中には暗闇がいっぱいあります우리는어두움의친구입니다私たちは暗闇の友達です우리는죄의베스트프렌드입니다私たちは罪のベストフレンドです하나님이빛이시라는소식이사실우리한테는엄청난부담이됩니다ですから神様は光であるっていうそのお知らせは私たちにとってはもう重いとても重い負担になりますね하지만하나님이빛이시라는것을우리가깨닫고ですが神様が光であることを私たちが悟り우리가우리안에빛이없다라는것을인정할때そして私たちの中に光がないってことを認めるとき그것을바라보는것은어렵지만それをそのまま見つめるのは難しいですけど그과정을통과한다면その過程を通過することができるなら엄청난승리엄청난평화가우리가가운데주실것입니다もう大きな圧倒的な勝利と平安が私たちの中に訪ねてくると思います이어서6절의말씀을보니까続けて6節の御言葉を見ると만일뭐라고하냐면은만약에너가하나님하고내가펠로우십이있습니다라고얘기하지만もしあなたたちが私は神様とのそのフェローシップがありますよと言いながら근데사실은내가계속해서어두운가운데지내면そうにもかかわらずあなたたちがそのままずっと闇の中を
歩んでいるなら나는거짓말을하는사람이되고あなたたちは偽りを言うそういう人になって나는진리를행하는사람이아니라거짓을행하는사람이됩니다진리를行っている人ではなくて偽りを行っている人になりますと言っています。아이거를이말씀을읽으면엄청난정죄가찾아오지않습니까この御言葉を読んでみるとなんかすごいこう裁きの気持ちになるので저도이말씀을많이읽었을때정죄가많이찾아왔습니다私もこの御言葉を読んだ時すごくその裁きの思いが私に与えられました。하나님의목적은우리를정죄하려고하시는게목적이아니라でも神様の御心は私たちを裁かれるそのためではなくて그래너에게는빛이없다そうだあなたたちには光が存在しない너는거짓말쟁이지만あなたたちは嘘つきだけど너는살인자지만あなたたちは殺人者だけど너는죄인이지만あなたたちは罪人なんだけど내가너를사랑한다私があなたを愛する그리고내가너를빛으로초대하기원한다라는말씀입니다そして私があなたたちを光の中に招待したいという御言葉です。그래서하나님이진짜원하시는것은そして神様が本当に願っておられるのは그래내가그래그죄인입니다가아니라아そうです神様私が罪人ですっていうことだけじゃなくてそれじゃなくて죄인인걸깨닫고罪人であることを悟って빛가운데로나오는것을하나님은원하십니다そこからまた光の中に出てくるのを神様は願っておられます。그렇다면아주중요한질문은이것이겠죠そうであるならば最も大切な質問が出てきますね。多分これですね。오케이하나님이우리가빛가운데로나오기원하시는건알겠는데어떻게빛으로나오실까はい神様が私たちを光の中に出てくる、それを願っておられるのはよく知りました。よくわかりました。じゃあ、どうすればその光の中に私たちが行くことができますか？저희가하나님을어두움으로초대하면됩니까？私たちが神様を闇の中に招待すればいいですか？하나님어두움으로와서저희랑같이노세요。神様がこの闇の中に来られて、私たちと一緒に遊んでください。하나님은절대그러시지않으실겁니다神様は絶対そうされません하나님은확실하게선을그으십니다神様は確実にその線を引きますね나는빛이다私は光である너는어두움이다あなたは闇である하지만나는너희를사랑하고ですが私はあなたたちを愛し너희가빛으로오기를원한다あなたたちが光の中に戻ってくることを望んでいく하지만내가와함께하기위해서어두움에가서내가어두움이되진않을거야でもだからといって私があなたの闇のところまで行って一緒に闇にはならない반드시너희가빛으로와야돼必ずあなたたちが私のもとに来て光にならないといけない。너희가빛가운데나오면나와함께펠로우십할수있다あなたたちが光の中に私のところに来るとき、そのとき一緒にフェローシップができる。우리는어떻게해야어두움에서빛으로올수있습니까私たちはどうすれば私たちは何をすればどうすれば闇の中から光の、ところに行くことができますか。川崎さん、열심히교회다니세요。川崎さん、一生懸命教会通っていらっしゃいますね。マイコさん、열심히봉사하세요。マイコさん、一生懸命奉仕してください。ヒロシさん、열심히11조하세요。
ひろじさん、一生懸命、10分の1の元気を捧げてください。ビッキーさん、열심히、갑자기생각이안나네요 아, 미키산저기어나나열심히열심히선교하세요 아, 미키산一生懸命選挙の働きをしてください 어그거를하면빛을오는겁니까私たちがそうすれば光の中に自然に出てくることになるんですか어그거는사실우리가하나님께나오지않아도할수있습니다それは正直に私たちが神様の前まで行かなくてもできることです。でも、今日7절의말씀을보니까정답이있습니다。あ、今日のこの7節の御言葉を見ると、あそこにこの答えがありますね。우리가어두움에서빛으로나아갈수있는유일한길은私たちが闇から光のところに行ける유일한길은바로예수님밖에없습니다そのイエス様しかありません근데예수님의피밖에없습니다そしてそれがイエス様の血潮だけしかありません예수님의피만우리를어둠에서빛으로우리를인도할수있습니다イエス様のその血潮の力だけが私たちを暗闇から光と移させることができます。왜냐면예수님의피만우리의모든죄를사하실수있기때문입니다。なぜかというと、イエス様のその血潮の力だけが私たちの罪のすべてをなくす、ないっていうことにすることができるからです。교회에서전도를100명해도죄하나를해결할수없습니다교회에아교회에아人を100人を伝道して呼んできても自分の罪一つも解決できません예를들어서제가열심히일본선교를해서일본에교회를세워도제죄하나를해결할수없습니다私が日本に行って日本で一生懸命宣教してもし教会を建てたとしてもそれで自分の罪一つも解決することはできません。나의죄를해결할수있는건오직십자가에서흘리신예수님의보혈밖에없습니다。私の罪を解決できるのはただ一つ十字架で死なれたイエス様の血潮の力だけです。그게바로성경의메시지입니다。それがすなわち、その聖書のメッセージであります。それが、사도요한이얘기한빛으로나오는메시지입니다。それが、今この書物で、使徒ヨハネが話してくれた、光の中に来る、そのメッセージ、その内容であります。하나님은、이렇게말씀하지않으셨습니다。神様はこうおっしゃってくれませんでした。너가열심히교회생활하면、あなたたちが一生懸命教会のその生活をしたら、열심히11조하면、あなたたちが一生懸命10分の1の献金を捧げたら、너희를위해서예수님이십자가에서대신죽어주실거야。すると、イエス様があなたたちのために十字架で死んであげるよ。그렇게얘기하지않으셨습니다。と、言ってません、言いませんでした。하나님은뭐라고말씀하셨냐면하나님은何とおっしゃいましたか내가세상을사랑하고너희를사랑하는데私がまずこの世を愛してそしてあなたたちを愛して내가너희를너무사랑해서あなたたちをもうもうすごく愛し続けて나의아들예수그리스도를십자가에서죽였다そして私の一人子息子をそのために十字架で死なせたとおっしゃいました내가너희와약속한다私があなたたちと約束します누구든지誰でも그예수그리스도를믿으면イエス・キリストを信じる者は영원한생명을얻을것이다
永遠な命を得ることができます。 바로 이것이 우리를 향하신 하나님의 메시지입니다. これが私たちに対する神様のメッセージであります。 예수님은 벌써 십자가에서 죽으시고 피를 흘려주셨습니다. 예수様はすでに十字架の上で死なれ、その血を流されました。 우리의 죄를 씻고 해결할 수 있는 건 예수님의 피밖에 없는데 私たちの罪を清めさせて、私たちが罪を許されるのはイエス様の血しかないのに。 그렇다면 우리가 그냥 가만히 있으면 예수님의 피가 우리를 씻어 주십니까? ただ私たちが何もしなくて、ただじっと立っているだけで、イエス様の血が、血潮が私たちを追って、その罪を解決してくれますか？ 절대 그렇지 않습니다. 절대 そうではありません. 오늘 말씀을 보니까 오늘 미코토바를 보면 8절부터 9절 말씀을 보면 8절から9절の미코토바를 보면 먼저 9절의 말씀을 보겠습니다. 먼저 9절을 先見ましょう. 만약에 우리가 우리의 죄를 하나님 앞에 자백하면 고백하면 もし私たちが自分の罪を言い表すなら 하나님은 신실하셔서 神様は真実で 하나님은 좋은 분이셔서 의로우셔서 神様は本当に正しくて良いお方で 반드시 우리 죄를 사해 주시고 용서해 주시고 必ず私たちの罪を許してくださり 모든 불의, 모든 악에서 우리를 구원해 주실 것입니다. 全ての悪から私たちを清めて、私たちを救ってくださいます。 이렇게 사도 요한이 선포합니다. こうして使徒ヨハネが宣言します。 이것을 한 단어로 얘기하면 바로 회개입니다. これを一つの言葉に表現するなら、それは悔い改めです。 너희가 정말 믿음으로 회개하면 あなたたちが本当にその信仰で悔い改めをするなら 고백하면 自分の罪を告白するんだったら 예수님의 피가 너희의 모든 죄를 용서하실 것이다. イエス様の血潮があなたたちの全ての罪を許してくださいます。 여러분, 그래서 우리가 어둠에서 빛으로 나아오려면 가장 필수적인 한 가지는 무엇입니까? 私たちが闇から光の中に出ていく、そのための一つの一番大事なことは何ですか？ 그것은 바로 회개입니다. それは悔い改めです。 회개는 무엇입니까? 悔い改めとは何ですか？ 우리의 죄를 私たちの罪を 하나님 앞에 솔직하게 고백하고 神様の御前で正直に告白して 고백에서 끝나면 그것은 회개가 아닙니다. 告白で終わるなら、それは本当の悔い改めではありません。 내가 고백한 죄를 용서해 주실 것이라는 것을 믿으면 하나님이 반드시 용서해 주십니다. 私たちが告白したその罪を神様が必ず許してくださることを信じるなら、神様はその通りに許してくださいます。 예수님의 피로 하나님이 우리의 모든 죄를 씻어 주십니다. イエス様の血潮の力によって、私たちの全ての罪を清めて洗ってくださいます。 그것은 첫 번째지만 では、初めて、1番目であり 거기서 끝나는 게 아니라 そこで終わるんではなくて 죄의 능력 罪の力 능력 악한 능력 悪い 그 모든 악한 것에서 구원해 주십니다. 全ての闇の力から私たちを救ってくださいます。 그래서 진짜 참된 회개는 ですので真の真実の悔い改めは 그냥 내가 죄를 고백하는 것만 있는 게 아니라 私たちが罪を告白するそれだけではなく 죄를
이길 수 있는 능력을 줍니다. その罪に勝つその力をくださいます。 제가 보니까 우리가 많은 경우 반쪽짜리 회개를 할 때가 많습니다. 제가 考えてみると 多い時 私たちは 半分ぐらいの悔い改めをすることが多いですね。 사실은 저도 그럴 때가 많아요. 実は私もそうです。 그게 뭐냐면 내가 죄가 있다는 걸 깨닫고 自分に 罪가 あることに悟 죄를 고백합니다. それを告白します。 잘 들리시나요? 네. 네. 이걸로 바꾸겠습니다. 이게 더 잘 들리는 것 같아서. 아, 자, 가와요스. 우리가 우리의 죄를 깨닫고. 나의 죄를 깨닫고. 아, 죄를 하나님 앞에 고백합니다. 그 죄를 하나님의 미마에 고백합니다. 그리고 조금 위안을 얻습니다. 그리고 그 속에서 조금의 안락을 얻습니다. 근데 얼마 안 있다가 똑같이 또 하러 갑니다. 뭐, 마모나크, 스쿠시노 아토데, 마타 오나지 쯤이요, 오카시테시마이마스. 그렇다면 그거는 회개가 아닙니다. 또시たら, それは本当の悔い改めじゃないんですよね. 회개는, 悔い改めは, 이제 어둠에서, 뭐, その暗闇から, 빛으로 완전히 옮겨지는 게 회개입니다. 완전히, その光のところに移される. 映すってことですね. 예를 들어서 제가 옛날에 게임을 엄청 좋아했습니다. 例えば私が昔にすっごくゲームが好きでした. 아무튼 회개를 해서 게임을 그만뒀습니다. まあとにかくその悔い改めをしてそのゲームをすることをやめました. 근데 깨달은 것이 게임기가 있으면 계속 게임하겠구나. でもその時気づいたのは、もし私の前でそのゲーム機器が目の前にあるんだったら私はまたやりたいっていう気持ちになるようなと思いました。 그래서 바로 게임기를 팔아놨습니다. で、私はその機械を全部売ってしまいました。 또 다른 엑셈플을 얘기해 보겠습니다. 他のその例をまた辿ってみます。 제가 옛날에 술 마시는 걸 되게 좋아했습니다. 제가 昔 오사케를 넘는 거가 好きでした. 그렇게 안 보이지만 술 마시는 걸 참 좋아했습니다. 소미에나이かもしれませんけど 제가 昔は 오사케를 넘는 거가 好きでした. 카라오케에서 많이 마셨습니다. 카라오케에 飲んだりしました. 친구들과 많이 마셨는데 友達と一緒に付き合って飲んだりしました. 예수님을 만나고 그래서 제가 예수様に 出会って 술을 못 마시겠는 거예요. お酒を飲むこともできなくなりました。 그래서 술을 마시지 않기 위해 で 私が もうこれ以上お酒を飲まないようにするために 조금 친구들과 만나는 것을 이제 멈췄습니다. そのお友達と付き合うのをやめました。 그런 것처럼 반드시 그냥 죄만 고백하는 게 아니라 このように、ただ自分の罪を告白するそれだけじゃなくて 진짜 예수님의 보혈의 능력은 本当の神、イエス様の血潮の力は 우리를 하나님께로 완전히 인도합니다. 私たちを神様の御前に完全に導いてくださいます. 아멘. 네. 이것이 바로 Fellowship of Light의 첫 걸음입니다. これこそがそのフェローシップオブライトの最初のステップになるんですね。 앞으로 더 나누게 되겠죠. 요한일서 말씀을 보면서. これから私たちがその御言葉の続きを読んで進んでいきながらもっとこういうお話をお勉強することになると思いますが。 근데 절대 하나님과의 관계는 회개 없이 이루어질 수 없습니다. 네, 근데 하나님과의 관계는 반드시 悔い改めが伴わないと成立できません。 이거는 데이빗 덴도시의 말이 아니라 하나님의 말씀입니다. 그리고 데이빗 덴도시의 お言葉ではなくて神様の御言葉であります。
내가 하나님에 대해서 좀 배우고 싶습니다. 아,私は 神様に 대해서 조금씩 좀 習いたいです. 아, 성경 공부도 너무 재밌습니다. 대조 공부회도 너무 재밌습니다. 아, 찬양 부르는 것도 너무 좋습니다. 찬비의 시간도 すごく 好きです. 근데 사도 요한을 통해서 하나님 우리에게 말씀하십니다. 뭐 사도 요한을 통해 하나님께서 오늘 우리들에게 오셔 주고 사이마스. 그래, 그것도 좋은데. 뭐 全てが いいけど 너가 반드시 빛이신 하나님을 만나야 된다. 아라다지와 카나라지 히카리데아르 카미사마니 대화와なければなりません. 그리고 빛으로 나와야 한다. そしてその光のもとに出てこなければいけません. 빛으로 나올 수 있기 위해 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨다. あなたたちが光のところに戻ってこさせるためイエス様は十字架で死なれました。 그래서 너희가 회개하면 あなたたちが悔い改めをするなら 하나님과 神様と 예수 그리스도와 예수 그리스도と 함께 펠로우십할 수 있는 첫 걸음을 뗄 수 있다. 一緒に フェローシップができる最初の一歩を踏み出すことができる. 저도 청년들을 되게 많이 만나봤는데 私も いろんな青年たちにたくさん会ってみましたが 뭐 예수님을 좀 사랑하는 것 같아 보이긴 해요. 예수様を愛しているようにも見えます. 뭐 열정도 있고 熱情もありますし 열심히 교회도 섬깁니다. 一生懸命教会に使います. 근데 대화하다 보면은 깨달아요. でもその会話の中で私が気づくのは 아, 뭔가 좀 이상하다. ちょっとおかしいな. 뭐 예언하고 이런 게 이상한 게 아니라 뭐 요견을 したりそういうものがおかしいってわけじゃなくて 뭐 예를 들어서 이렇게 얘기하는 거예요. 간증. 例えば 아, 나는 뭐 어디 집회 갔는데 방언을 받았습니다. 私ある集会に行って 何でしたっけ? 意見 意見をいただきました. 방언 받은 것도 좋죠. 意見をいただくのもすごくいいことですね. 근데 반드시 회개가 있어요. でもその前に必ず悔い改めが伴わなければいけません. 반드시 빛이신 하나님을 만난 간증이 있어야 합니다. 必ず光である神様に出会ったその証が 사키 알하즈데스. 마태복음의 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 마태 복음서의 미코토바니와 고유 미코토바가 아리마스. 1장의 말씀을 보면 다이쇼노 미코토바를 미르토 예수님이 이 땅에 오셨는데 예사마가 코노 요니 코라레 그가 오신 이유는 코노 요니 코라레타 소노 리유와 자기 백성을 지분노 카미오 죄에서 구원하러 오셨습니다. 죄から 救う ために 来られました. 그게 예수님이 오신 분명한 이유입니다. それがイエス様がこの世に来られたはっきりしている理由です. 여러분 정말 죄에서 구원받았습니까? 皆さん本当に罪から救われましたか? 뭐 이거는 제가 혼내는 것도 아니고. これは私がしっかりつもりで言ってるわけではありません. 예수님의 말씀입니다. これはイエス様からの御言葉です. 근데 회개는 쉽지 않지만 でも悔い改めは簡単ではないんですけど ,그 이후에 엄청난 기쁨이 있습니다. その後にはすごく大きな喜びがあります. 그냥 죄에서만 자유해진 기쁨이 아니라 ただ罪から自由になったその喜びではなくて 영원히 하나님과 동행할 수 있는 기쁨이 기다리고 있습니다. 영원히 하나님과 함께 아유무 것도가 되기를 소유 요로코비가 나이사치오 맡대이마스. 그 하나님의 선물이 저와 여러분을 기다리고 있습니다. 하나님과의 프레젠토가 이마 아타시토 미나산의 마에 맡대이마스. 그 선물을 축복을 누리는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그 프레젠토의 축복을 神様からいただいたその祝福をいただく皆さんと私になりますよ。よろしくお願いします。 바로 이것이 요한일서 1장의 메시지입니다. これが
요한의노다이쇼노메시지です그리고성경의메시지입니다そしてそれが聖書のメッセージであります앞으로기회가되면요한일서말씀을가지고더나누겠습니다これからもっと機会があったらこのヨハネの手紙の第1章のメッセージを通してもっと話を分かち合いたいと思います그래도여러분들이앞으로어떻게더말씀을또스스로잘읽을수있는지그지혜가하나님이주시는지혜가있기를축복합니다また皆さんが御言葉を読まれるとき、それをどうやってこう分かっていく、そういう知恵が、神様からの知恵が与えられますよ。それ、お祈りします。アメン。アメン。アメン。오늘의성경공부는여기까지입니다。今日の聖書の勉強会はここまでです。